んにちは。今日はラベンダーの絵を描いていきたいと思います。斜め上あたりから見たラベンダーですね。赤紫のラベンダーを描いていきます。一つ離して描きますね。次に少し青色を入れますね。これで最初の赤紫の濃い色を上からもう一度塗っていきます。次は茎ですね。葉を描いていきます。上からもう一度こちらももう一度上からなぞりますね。葉っぱが単調にならないようにところどころ色を加えますね。ちょっと茶色も加えていきます。最後に落款をしてラベンダーの花が描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。